リキやみやび破天荒夫婦、みやびちゃん誕生日おめでとう。25歳になりました。毎年ね、こういろいろ準備したりとか、はい、やったりとかして、はい、こうドンみたいな感じだけど、もう祝い終わったあと、はい、なぜかというと、はい、もうみやびちゃんには事前にこの誕生日が来る前に誕生日プレゼントもすでにあげてるんです。韓国に友達と行く2泊3日の旅行、まあ、ミータイムでね、うん、っていう旅行に行ってきましたんで、それ、まあ、ただね、何もなしじゃ、まあ、あれかなと思いまして、お私ちょっとまずは何か用意してんの。手紙を書いてきました。えデジタル手紙。あ、デジタル手紙。じゃあ読みますよ。愛する嫁、今日はあなたの特別な日、そして私たちが出会ってから3年が経つ記念すべき日でもあります。あなたと過ごした日々は私の人生で最も輝かしい瞬間であり、あなたがいることで毎日がより深く豊かなものになっています。この3年間私たちが共に笑い、時には涙を流しながらお互いを理解し合うことができたのは、あなたがそばにいてくれたからです。あなたの優しさ、強さ、そして無条件の愛にはいつも心から感謝しています。これからも一緒に多くの記念日を迎え、これからも一緒に歩んでいけることを心から嬉しく思います。あなたの誕生日が、あなたの願いが全て叶う素晴らしい一日になりますように、これからもずっとあなたを愛し続けます。心からの愛を込めて、リキエアよりトゥーチャット GPT。 やろうな。絶対そうやだって、リキエの言葉じゃなかったもん。ということで、まあこれにてリキエからの手紙は、まあ待っといてください。じゃあ何、ちょっと待っといてください。目をつぶって、誰か連れてくるんやろ。何、あ、いない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 、はい、何これ。はい、さあ、毎年プレゼントを開けるのは下手なまま、はい、なんだ、ミーパーズの靴や。ああ、欲しそうにしてたスニーカーをプレゼント、はい、ありがとう。あと、そこのコンバース嬉しい。何点、え、普通に嬉しいよ。何点、80、顔が顔がマジで納得しないかもしれない。 80。ちなみに100のプレゼントは何なん、今年は。バレンシアガのバッグ。え、いくらすんの、ちなみにバレンシアガのバッグ。正規で買ったら30万。誕生日プレゼントってそんな高い、何十万して韓国旅行行って、うん、で一応この靴もあげて、うん、それでも満足度がまだ80だからいいよ、これで満足です。あと20点欲しいな。え、手紙は、ちょっと待ってよ、手紙がいい。うん、あ、分かった。手紙好きなんやね、みやびは。来たよ。来た、誰、来た、はい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 、あ、怖い、なに、目オープンまで3、2、1、はい、あー、なに、ほんとに、なに、ええ、欲しがってたバレンシアガのバッグ。え、どんなんやったっけ。うん、まあ、かわいいけど、はい、え、なんですか、かわいいけど、まあ、お前ごめん、みやびな、実物見に行ってたからわかる、本物じゃない。え、みやびが欲しかったのは30万円やんな。うん、これいくらやと思う。当てたら本物出てくるかもしれん。お、6000円。正解は2000円。はい、みやびがとっても欲しがってるバレンシアガのバッグによく似たカバンを一生懸命探してこれ買いました。はい、パッと見マジでよ、あんまわからん、なんとかしてなさそう。ちょっとなんか全部見れてない、全部見てない、何、あと1個あんの、全部見れてない。ほんまや、手紙入ってる。お金読んでください。じゃあこれが最後で、ほんまに最後で、ほんまの最後で、わかった、はい、はい、ドン、グアム誕生日旅行 in 家族グアム旅行、イエーイ。ちゃんと呼んでください。行き先ちゃんとグアムなってますよね。席見て、グレード一番最高級にしたから。我々くらさなぜこの動画を撮り出したかと言いますと、ここからグアム旅行飛びます。僕、みやび、太郎、もれなくみやくんついてきます。やったそれではみやび誕生日グアム旅行まで、せーの、ピュッ、ダン、カンフーです。もう朝からいろいろありましたけども、もう朝から心臓止まったわまさかのリュック忘れるっていう、びっくりしたよ。はい、余裕持って出てよかった。そうですね、はい、はい、行きましょう。バイバイ、バイバイでもラーメンとか持ってきたんやで。朝ごはんとか、まあ、毎日外食やったら高いやん。たまには日本食食べたなるやろ。
どっか行くって聞いたんで一応お見送りで行きました。絶対嘘やん。ほぼほぼどういうこと？どこ行くんすか？沖縄行こう。ねえ、一緒に行くの？いや、別で。ほんま？うん。沖縄こっから出てませんよ。ここ国際線ですよ。あれ？これ、なんでなんでも書いてある？グマイグアム行きないですって書いてある。どこ行くと思う？はい、終わり？ドバイ。ほんま？で、現地の人俺が連れてきて一応、俺も参加しようかな。ということで、レッツゴーチュードバイ！イエーイ！ほんまにドバイ？フライト何時間やから大丈夫ってだけ。3時間大丈夫です。今から12時間ぐらい飛行機です。えぐー。サプライズ成功ですね。これはグアムはほんまになし。こいつ待って。この旅の目的地はグアムではありません。まあこんなこともあろうかと。え、行くんですか？ちっちゃくちっちゃくうなずいた。じゃあみんなでほんまの旅先まで、せーの、じゃあ着きました。ドバイです。やっと着いた。飛行機長すぎて達成感半端ないね。こっちの時刻でもうすでに10時なんで、はい、今日はちょっともう何もできないので、はい、帰ります。あの、僕が車チャーターしてるんで。おお、できるやん。さすが。行きます。さすが住みやげ。いいマネージャー。ゴー。街中に出ました。はい。そしてめちゃめちゃ高いよ、ビルが。今回泊まるのがこちら、はい、多分今まで泊まってきた民泊で一番最高レベル。俺もめっちゃ中ビル楽しめる。楽しみ。お、おお、オープン。おお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 。楽しみですね、これは。ここで4日間過ごしますよ。楽しみ。とりあえず明日からなんだかね、うん、過密スケジュール。はい。動画長すぎるんで多分日本に分かれます。はい。じゃあ楽しい仲間と出かけたいと思います。これ今3日目なんですが、はい、なんと、はい、今日の夜ゆらびのバースデーパーティーします。何回すんないですか。で、あの、今みやびは、まあ、後日動画が上がる方の旅行中です。みやびは知らないと。協力者一人出て、はい、ドバイにみやびの友達が昼食で住んでんねん。はい。ドバイに親友がいることなんかあるあんねん。どうぞ。どうも。あ、どうもどうも。みやびの友達のみやびです。みやび？俺が思ってる名前と違うぞ。あ、みやびね。嘘です。あ、びやんな。あ、そうじゃん。あ、でもみやびの友達大体ヤバいやつやから、もう初手からヤバかった。結構ヤバい。ちなみにみやびにドバイ行くよって言った瞬間に、あ、ナミちゃんに会える、電話、あ、連絡しようって言ったよ。ただあの、ドバイにいない設定にしてもらってもいい？あ、サプライズ。ケーキを持って最後登場。はい、行きましょう。なに、せーの、ピュッ。やりたい。変なやつやな、これ。リスナーみやびバースデーパーティーインドバイまで、せーの、ピュッ。サプライズ準備完了しました。はい、オッケー。もうみんなバタ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 してて撮影する時間はなかった。ナミちゃんここ、ナミちゃんここで。ということで、みんなね、みやびの服着てます。はい。迎え入れるということで。はい。オフします。それでは、みやびちゃん、25歳の誕生日、改めておめでとうございます。ありがとうございます。それでは、歌わせてもらいます。歌ってください。じゃあパン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 、はい。
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Miyagi-chan. Happy birthday to you. Nami, Nami, arigato. ナミちゃんにドバイ来る前に連絡したらドバイにいないって言われとってん。そういう風に答えろと言いました。仕込まれてました。サプライズ大成功。イエーイ。昔からこんなんやったけど、なんかもう中1の時から、うん、めっちゃ優しいです。みやびの誕生日旅行ということで、皆さんいっぱいいっぱいのサプライズありがとう。おかげさまで25歳も最高の年にできそうです。25歳もよろしくお願いします。乾杯。動画締めようかなと思うんですが、はい、ここで、はい、リキヤ君、ポケットの中から物を出しなさい。なんかあるでしょう。なんかある？なんか探して、なんかある。何？探して。手紙？もうちょっと少し。あった。あ、みやびへの手紙だ。書いてる。なんか書いてくれた。リキヤが、リキヤからの手紙です。もう泣いてる。もう泣いてる。めっちゃあるやん。待って、ほんまに書いたか見せて。大丈夫大丈夫。リキヤの字や。リキヤの字。お願いします。 OK ですか。はいはい、みやびへ。今年でこうして誕生日を祝うのが3回目になったね。誕生日会のスケールもこうやって大きくなってきて、行き先も盛大になってきたのはみやびの人柄が作ってることに間違いないと思います。いつもめちゃくちゃで常識外れなところなど、他人から見たらありえへん嫁や、こんな嫁絶対に耐えられへんって言われることも多いけど、みんなのことを楽しませることとか、場の雰囲気を明るくしたりとか、みやびにしかできない良さを俺は一番近くで見て感じてるから、みやびを嫁にしてほんまに良かったと思ってます。最近は本気の喧嘩や言い合いすることが増えてきてしまってる気がするけど、これはお互いの馴れ合いもあるやろうし、意地の張り合いみたいになることも増えてきたからなんかもしれません。でも最後はいつも折れてくれてありがとう。構いません。あと何回こうやって楽しく誕生日を一緒に迎えられるかわからへんけど、健康第一で育児も楽しみながら笑顔の絶えない家庭をこれからも一緒に作っていこうね。はい。今年で25歳、アラサーと呼ばれる年になって大変なことも増えてくると思うけど、どうしよう。俺ができるサポートはしていくので、たくさん甘えてきてください。分かった、甘えるわ。ただし調子に乗りまくってきた時は遠慮なくぶっ飛ばします。俺のわがままに付き合ってくれて、どんな時でも楽しもうとするポジティブなところは忘れずに、これからも最高な夫婦生活をエンジョイしていきましょう。リキヤより。 PS、 来年の誕生日はミータイムでブラジルに一人旅行に行かせてあげます。いやいや。ナミちゃんといてくるじゃん、ブラジル。ほんまに行けそうや。行きますか一緒にブラジル。行きましょう。15時間のフライトドバイから行きましょう。やたら詳しいな。おしまい。おしまい。ありがとう。嬉しい。ちょっとあの誰も聞いてない。あ、いやいや聞いてましたよ。最後の誕生日プレゼント。ありがとう。これは大切に保存しとくわ。もう俺の衣装になるかもしれんしな。え、じゃあちゃんとあの遺産相続どうするかとかもちゃんと書いてくるの。以上、本日をもちまして離婚いたします。バイバイ。パスワードとか全部教えといてよ、衣装書くときは。そうね、うん、それは書いとくわ。ありがとう、嬉しい。嬉しい。その考えてもらえてたっていうのが一番嬉しいです。まあ年々ちょっと涙の量が減ってきてるな。いや、そんなことないよ。25歳も頑張ろう。頑張ります。